せーの、ホリホリ株式会社新婚夫婦。はいはい、すごい王様、王様スタイル、女王様みたいな。はい、電気毛布をかけてます。はい、と、はい、いうことで、最近の、はい、不妊治療シリーズなんですけども、はい、最近立て続けに結構上げてるんですけど、はい、今月が私たち採卵ができることになりまして、はい、で移植まで進んで、一応移植のところの前まで動画を上げさせてもらったんですけど、はい、移植をね、はい、次しますって言ったところ動画で、はいはい、皆さん感動、なんかすごい泣きましたみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか確かにね、うん、もうなんか始めた頃から意外とこうレポートみたいに出してきてたから、うん、みんな本当に身内のように、うん、なんか身内でさえ泣いてはないからすごい嬉しいなってコメントが。本当にありがとうございます。そうだから本当に温かくてありがとうございます、はい、ということで、はい、一応移植の前の日まで行ってて、はい、一応移植の日が、その時間がわからない感じになってたんですよ。ライン、うん、時間がまだ決まってなくて、それが分かるのが LINE する朝に分かるっていう感じだったんです、はい、で朝にメールが来ました、はい、で前回もこれお話ししたんですけど、はい、培養結果っていう卵の状態だよね、その卵に精子を振りかけて、はい、前回受精したっていう報告が来たんですよね、はいはい、そう、はい、排卵からの受精まで行きまして、はいはい、で今回の培養結果、はい、これが朝のですね、はい、培養結果が成熟度、はい、成熟、はい、受精方法、体外受精、1日目、正常受精までを多分お伝えしてたんです今んとこ、はいはいはい、で、2日目、はい、幼細胞になっておりまして、そして培養状況は培養中になっているんです。だから、ちょっとこの辺よく分かんなくて私、うん、ただ卵が受精してから、うん、はい、2つになる、2細胞とかになって、卵の中でね、細胞分裂が行われてて、卵の中に2つあって、はい、次が4個になって、はい、次が8細胞期、うん、になって、次が胚盤胞になって、うん、最後が着床胞、うん、言いたかっただけ。ちょっと言いたかった。あの、着床って言って、はいはいはい、私たちは着床のことを着床胞ってね、うん、2人で着床胞って言ってるんだけど明るく言ってんだけど、はいはい、という感じだったんです、はい、なので移植は、この通り、はい、まあ、とにかく順調ってことですよね。そう、順調な感じで、はい、一応この日も、うん、朝10時に来て、その日も10時に来て、うん、で、その時間の通り、うん、一応お昼の1時から来てくださいっていう形で、10時にメールが来て、1時集合ねみたいなね。そう、おっすみたいな。だからもうね、うん、意外と起きちゃって、9時半くらいから、うん、ずっともうこう待機私待機してたのそうだよね、そう、まだまだっつって言ってたもんね。そう、そう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 、待機してて、はい、でやっぱね、いつも早、ちょっと2、3分早く来るのねそうです、本当に。だからこう、うん、チャリーンってこうメール降りてくるじゃん、うん、チャリーンって、チャリーンじゃない、うん、チャリーンって出てくるの、メールがね、うんうん、あ、届いたと思って、うん、でこのね、メールを開くまで、うん、ホームページを開くまで、うん、もう超ドキドキなの、この押すのも。そうだよね。そう、はい、だってもしかしたら培養中止っていう場合があるから。あるよ。そしたらもう移植っていうものもできないまま、はい、今回は終わりっていうパターンがあったので、はい、だけど今回は4細胞に育っておりまして、はい、であっちに今回もカブと一緒に病院にお昼に行きまして、はい、まあ、だからメールが来た日にだよね、はい、はい、行きまして、で今回は本当は一人なので、はい、一人で培養士さんとまずはお話をして、はい、あ、違う、最初あれ、同意書も持っていった同意書を書きましたけど、そう、同意書もね、はい、サインして移植ができる、はい、同意書、これがなければもうど、あの、移植できないから、はい、もして、はい、それで培養士さんとお話をした時に、はい、あの、卵の、はい、現在の写真、写真とグレード、はい、とかもわかるんです。で、グレードがよくね、うん、いろんなところから聞くのは、うん、こう 1,2,3,4 とか、うん、A から D とか、なんかそういうランクがあるんだけど、うん、私のところは多分 1,2,3,4,5 って感じになってて、はいはい、で、すごいなんか大まか、なんか他の場所だって 4AB とか、はい、C のなんだかそういうのがいっぱいあるのね。まあ、質なの、育ってる具合というか、うん、なんなんだろうね。ね、なんだけど、うん、その私は、うん、グレードが
1から5まであって1が一番いいんですけど、うん、一応グレードがその2、うん、なのでまあもしこれは朝のやつ、うん、朝のなので朝の状態そう朝の状態なので、うん、もしかしたらちょっとあの、うん変わってるかもしれません。1になるかもしれないし、3になるかもしれないし。そう、私の場合は2だったので、うん、1か3までのランク、うん、なので4とか5に行くことはないですって、すごい優しい、うん、バイオさんのすごい安心する言葉をいただいて、うん、で、こうなんか紙をいただいて、その、うん、全部写真とグレードと全部もらいました。3までが OK ラインみたいな感じなんだよね。うん、いい感じですみたいな。そう、で4からはちょっと厳しいかもしれません、うん、みたいな。で、これをもらって、はい、でもう、うんあのその後待つと思ってたのね私なんか間時間があるとかよく聞いてて、うん、で大体移植の日は6時間かかるって聞いてたの、うん、そう他の人のレポとか見させてもらってて、うん、なんだけど私今回全部で2時間で終わりました確かにはい、はい、でそのバイオスさんに肺移植の手順を全部紙でいただきましてそのもうそのオペ室に入ってからの手順が全部書いてあるものをいただいたんですけど、はい、また採卵室と同じ場所のベッドルームに行きまして、はい、でまた休んで、はい、30分ぐらいから今回ちょっと長かったのあ今回可愛い自撮りを撮ってた、うん、あそうだそのあのね可愛いっていうのもカブしかこんなこと言ってくれないからいや違う違うちょっと余裕出てきてんなと思って自撮りをくれたからあのああと前回はロッカーにもう入れたまま、うん、もう絶対に採卵頑張らなきゃっていう携帯とかに集中してる場合じゃないみたいなあなるほどね携帯とかに集中してたら撮れないかもしれないとかなんか変な思いがあったのすごいだから絶対にもう携帯も置いてたんだけど、うん、今回はちょっとベッドで余裕ができてきたから、うん、このさっきもらった卵を見ながら、はいはい、携帯も見ながら、うん、イメトレ今から移植するぞみたいなそうで、うん、それも採卵は痛いって思ってたけど、うん、移植は大丈夫ですって言われたのなんかそのバイオスさんにね、うん、あの針とかないので、うん、こう痛い感じではないので、うん、今回はちょっとこう入るぐらい、うん、っていうのを教えていただいたんで、はい、なんかちょっと余裕でいたのね、はいはいはい、でベッドで30分ぐらいで、まあ、そもそも採卵が痛くなかったんだもんねそんなにそんなに、うん、ちょっとチクってはするけど、うん、そのそこまでいつも見えてる麻酔なしでやってるのに、うん、全然ピン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 して出てきたもんね私の場合はなんですけど、はいうん、でトイレにまた呼ばれて30分後ぐらいにトイレ行って、はい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 、でオペ室の前に誘導してもらって、はい、またいつも通り手術室の前の椅子で、はい、その他の方がねオペされてる前でずっと待機してるの、はい待機してまた呼ばれて、はい、私の番になりまして、はい、やったんですけど、はい、また同じオペ室なんですけど、はい、今回、はい、なんかすごい私、はい、移植の、はい、じゃあんまり不安にさせたくなくて他の人とかもまた見るんで、はい、そのやる今から始めていく人に不安になるかもしれないんであんまり痛くないんですけど、はい、あのカテーテルっていうものを入れるんですよ、はいはいはい、その管というか、はいはいはいそれが、結構長く感じてて、うん、なんか途中から、その一応ね、これを見てんの一応、卵ちゃんを、うん、モニターで、ね、モニターで見てて、うん、それを吸い取られた瞬間を見て、これを今から入れていきますっていうところを見るのね。うんうん、で、見てる時に消毒をしてくださって、カテーテルが入っていってんだけど、うん、なんかだんだんね、うん、なんかじわじわ痛くなる、生理痛みたいな、ちょっとなんかずしえんで痛くて、うんなんか足とかが久々になんかこうなんていうの熱いみたいな、足が熱くて、うん、なんかやばいみたいな、うん、ちょっともうちょっとしたら言いかけたの、うん、なんでちょっと本当痛いかもでってなんかズシンって痛いですって、うん、言おうとしたんだけど、うん、でももうちょっと耐えれるの耐えれるぐらいだった、うん、そのいつもの生理痛がすごいひどいから、うん、耐えれるわと思ってで次もう一個のモニターを見てくださいって言われて、うん、そっちがもう入っていく方が見えて、うん、でその写真もいただいたんですけど今回、はいはい、なんかジュエーって入っていくのねちょっとそっちは分かりづらいの最初のスポイトで撮った瞬間は、うん、全然卵って分かるんだけど、はいはいはい、ちょっと入っていくところだからね、まあまあまあ、体の中も映りつつの入っていくから、はい、本当に白い流れ星みたいなのがそれ自分で見てるわけでしょそうすごいよねそれもまた採卵の時と一緒で、うん、こう棒で看護師さんが、うん
これっつって今ここに入っていってますね。うわー、見たいなー、見たかったなー。そうだからなんかちょっと感動するの、うん、だってさ、カブトのさ、うん、ひっついた受精卵、うん、あのおたまじゃくしと、いやいや、もう受精卵でも大丈夫ですよ、がひっついたのが、うん、なんかひっついたのを見れるってすごくない、うん、いやすごいよ、考えてすごいよ、なんかちょっと感動しちゃって、うん、でそれをね、入っていくところも見て、で、うん、入ってますねって言って、うん、もうその時痛いの、うん、ずっと痛いの、うん、だから気を紛れるようにこうやって話してくれてるから、うん、あ、すごいって感じなんだけど、うん、で最後、入った瞬間、はい、多分何人かいらっしゃるので、そのオペの先生が、はいはい、入りました入りました入りましたみたいなちょっと入りましたじゃないけど、なんかそのねあの合図があるの、ちゃんと多分みんなこうちゃんと本当に入ったか、そういう確認みたいな、受精卵入りましたみたいな、移植肺か、移植肺入りましたみたいなことを言って、で終わりまして、うん、で株に終わったよーって送ったら、うん、ね、うん、それでなんか言ってたっけ、いやなんかあの、うん、ここで待ってるよみたいな、だっけ、別のフロア行って、あ、そうかそうか、そうそう、次違う、ね、部屋にいてくれて、うん、でそれで大体1時間半ぐらいかかりまして、うん、でもうその休ん、また休んでるから、うん、休んでる時にまた次のお話を看護師さんに説明していただいてるんですけど、うん、またちょっと薬がありまして、やっぱ抗生剤かな、うん、あのプロモックス錠っていうのを私はもらって、うん、それはまあ2日間ぐらいなんですけど、はい、でもう一個がデュファストンっていう、これはよく聞いてたんですけど、あのなんかホルモンをこう、うん、なんかちょっとあんま分かんないけど10日分、うん、もらいまして、1日3回飲んだりするのを2つあるんですけど、うん、それを飲みつつ、うん、次の診察日で、うん、はい、あれが分かる、なんだっけ、移植がうまくいったからね、移植後の判定日が分かる、うん、あ、分かる、分かるじゃない、次がこの日に来てくださいっていうのが言われてて、うん、それがもう10日後、10日後にうまく着床したかどうかの1回目の判定みたいな、はい、これでね、そうです、やばいよね、そんなこの10日間どう過ごすんだろうっていうぐらい、そうだからなんか、うん、なんかそのあれだよね、うん、運動をあんましちゃいけ、運動と自転車がダメ、揺らしちゃいけないみたいな話だよね、あとなんかその調べたところあんま調べなくて、最近検索マニアになってないんだけど、うん、とりあえずちょっと調べなきゃと思って、うん、調べたところ、うん、その掃除機とかもダメなところもあるらしくて、めっちゃ今掃除機したいの、だけどなんか掃除機した瞬間卵が掃除機吸われる、そんな吸われるからじゃないでしょ、振動とかじゃないの、でも今の、うん、なんか昔の言い伝えなんかなと思って、それジンクスみたいな、あ、そういうこと、なんかあと他の人のツイッターとかで見たとこ、うん、なんかマックのポテト食べたら、うん、なんか着床みたいなとか、なんかズワイガニかなんかのパスタ、うん、みたいなの食べたらなんか着床とか、いや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 、分かんないけどなんかそういうのがあって、うん、あと、マックのポテトは食べたくなるとかじゃないの、食べたくなる、食べたくなるとかだったら分かるけど、食べたら着床ってもうすごい、うん、すごいよ、それだったら、そうだね、うん、っていう感じかな、はい、でもなんかすごいよね、普通の、うん、こういう体外受精じゃなかったら、うん、この期間って、うん、目に見えないっていうか分からないわけじゃん、普通の、うん、ね、うんうん、自然に妊娠してたら、ね、この日に着床とこの日に受精してとかって分からないまま、うん、結果をただある時知るわけじゃん、まあね、あれ、そうだよね、妊娠してるかもみたいな、妊娠検査薬とかでね、うん、ってことは逆にアドバンテージだよね、こっちの方がより慎重にっていうか、ゆっくり休んで、そう、ゆっくりしといてみたい、うん、でもね、ゆっくり しとくのもいいんだけど、うん、なんか普通に過ごすのもいいみたいで、そっか、なんか私は、うん、その今まで結構頑張ってきたから、うん、やっぱマッサージに行きたいの、そのお、なるほどね、毎日朝早かったし、うん、肩こりとかすごいから、はいはいはい、でマッサージとかは、うん、あ、痛い痛い痛い、緩めの、はい、マッサージがいいらしい、はい、やって怒られる、痛い、強いの、株は、でも、うん、オイルマッサージ何日か連続でやったでしょう、それは移植前にね、移植前やってくれて、はい、だから毎日、はい、オイルマッサージしてくれたおかげでめちゃくちゃ、はい、よく寝れて、はい、ちゃんと挑めたなと思います、はい、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、いいえ、こちらこそ、で、はい、一応
その判定日が4週目になるらしいんですよ、うん、で もしこれちゃんと無事にだと、うんうん、次が5、6週で体能確認して、うん、6、7週で心拍の確認、はい、7週で胎児の確認、はい、9週で卒業だそうです。9週で不妊治療として卒業して、うん、だいたい2ヶ月間ぐらい、まあ、うん、正式な妊娠ってことだからもう、はい、まあ、全然まだまだ先は長いけど、そうだから全然、うん、だって1週間ごとに検査に行くから、うん、毎回ドキドキすると思う、うん、だってもう流れちゃった、うん、流れちゃった結構な確率で、まあ別に、うん、まあこっからっていうかさ、うん、全然ダメになる可能性は高いから、うん、なかなか世の中で発信する人たちはさ、みんなもうね、うん、あの安定してから発信してるから、そうだ ね、 ね、まあ、まあ喜んではいるけどそこまでね、うん、こうわっていうのではないけどみたいな、うん、結構難しいあれなんですけど、うん、ね、はい、そう難しいところなんです。うまくいけばいいなと思うんですけど、うん、あの今日、うん、一応移植して、うん、次の日になるんですよ、はいはいはい、次の日の夜なんですけど、うん、今日朝、うん、昼ぐらい、うん、なんか体熱くて、うん、でなんかカブがね気づいてくれたの、うん、自分はすごいなんか熱いなと思ってたんだけど、うん、カブがこうやってなんか触ってきて、うん、なんか実は37度以上あったの、うん、37.3 とか4とか、うん、微熱、そうで微熱は、うん、その妊娠してると高温期だから、うん、下がったら、うん、生理になるとか、うん、だからいいことですよって何人かから、うん、こうなんかね、私体温ずっと測ってなくて、うん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 、あれって結構ストレスになるの、朝起きて、うん、起きちゃダメなの、寝てる時に測らなきゃいけなくて、うんうんうん、朝一で、はいはいはい、っていうのがストレスだったから、私は体温を測ってないんだけど、うん、測んなくてもいいクリニックなんだけど、そんなに別になんだけど、その体温がちょっと上がっています、今上がり中です、うんうん、はい、そんな感じと同時に保温中でもあるしね、そう熱々よ今。いやもう全力で今もう守って、とりあえずこの1週間を、そう1週間どうなるんだろうっていう感じなんで、だいぶ過保護になってるけど、過保護に、あとは朝にちゃんとあったかいルイボスティーとかを飲むようにしたりとか、うん、採卵の時と移植の時はあったかいルイボスティーを飲んでいきました、うん、そしたらもう熱いってぐらい、うん、はい、なので、まあ、そんな感じかな、現状そんな感じなんで、うん、まだまだ分かりませんが、はいって感じで、ちょっとなんか他の方で、はい、うん、なんか質問なども来てたりとかもいっぱいあったので、うん、DM なので、うん、なのでそちらの方もまたこれから答えていけたらなって思ってます、うん、あとはまあちょっと動画の更新がもしかしたら途絶えるかもしれないというか、うん、まあ、その撮影はい、わからないかね、体調とかも含めて、うん、まあちょっとそれ、ね、しばらくは、うん、まあ病院通院もないし、しばらくはどうなるかわからない、カブのここの膝で寝転んでるだけでの動画とか言えるかもしれないし、翔子ちゃんが寝てるところの生放送かもしれないし、うん、はい、でも、はい、まあ、皆さん、はい、頑張ってる方は一緒に頑張っていきましょう、はい、そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、高評価とチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします、バイバーイ、バイバイ。